公益社団法人日本将棋連盟は将棋の騎士活動を運営する公益社団法人。4段以上の騎士、女流騎士、指導騎士によって組織、騎士総会で2年ごとに選出された役員及び、職員によって運営される。将棋の普及発展と技術向上を図り、我が国の文化の向上、伝承に資するとともに、将棋を通じて諸外国との交流親善を図り、 もって、伝統文化の向上発展に寄与することを目的と、する。1612年に、初代、大橋総計が、徳川家康から将棋書に任ぜられたのが、現在のプロ将棋界の起源である。江戸時代には、初代総計が起こした大橋本家、初代、総計の子、初代、大橋総世が起こした大橋文家、初代、総計の孫娘の婿、初代、 伊藤総監が起こした伊藤家の家元三屋の中から、気力の引でた者が名人を襲い、江戸幕府の権威を背景に、将棋界を牽引してきた。しかし、1868年に江戸幕府が崩壊すると、家元三屋は後ろ立を失い、将棋界も混乱に陥る。1879年に、伊藤家の八代、伊藤隆信が将棋所を復興して、名人を重ねくらいするも、 1893年に死去して伊藤家は断絶。それ以前の1881年には大橋文家の9代、大橋宗与が東国の末国死して断絶しており、家元は大橋本家を残すのみとなった。大橋本家の12代大橋集金は気力に乏しく、結局1898年に大橋本家の門人であった小野護兵が名人となり、 家元制の時代は終わりを告げた。家元の権威が失われたことにより、この後、機会は、様々な将棋団体が乱立して、美合集散を繰り返すようになる。おのの時代の名人候補と目されていた実力者は、八代、伊藤隆史陰門家の関根金次郎、大阪の小林東白斎門下で、東京で活動していた、井上義夫、同じく小林門下で、 関西で活動していた坂田三吉の3名であった。これら3名とその弟子たちによって、現在の日本将棋連盟の原型となる、将棋団体が結成されることになる。東京将棋連盟が創立した1924年9月8日を、日本将棋連盟では創立記念日と定めている。この日付に従って、日本将棋連盟は1999年に創立75周年。 2005年に創立81周年、2014年に創立90周年を祝っている。時系列で整理すると以下のようになる。公益社団法人日本将棋連盟の社員総会として、岸総会が行われる。会員の除名、連盟の役員の選任または、会任や定官の変更といった重要な事項を決議する。日本将棋連盟において、岸総会に出席する。 社員は、正会員である。それ以外の女流騎士、及び、奨励会員、指導騎士、支部会員らは、連盟の正会員ではなく、騎士総会に参加する権利を持たない。定例総会は年に1回、順位戦が開始される前の6月上旬に行われる。その他重要な議決が発生した時は、臨時総会が開かれることもある。役員の任期はおよそ2年である。定管 第23条の規定により2年おきの総会の集結が区切りとなるため、総会の日程によっては2年に満たない場合がある。役員は、岸総会の決議によって選任する。公益社団法人移行以後は、総会に先立って4月頃に予備選挙を行い、会員による5選で選ばれた、岸、女流岸及び職員からなる、常勤理事候補と、 連盟事務局の推薦した、騎士、女流騎士、外部有識者等からなる非常勤理事候補、幹事候補を選出し、これらの候補者を騎士総会で選任する形を取っている。常勤理事2019年6月7日より、非常勤理事幹事公益社団法人移行後の2011年以降のみ。 2017年から2019年2015年から2017年2013年から2015年2011年から2013年前新団体東京将棋連盟日本、将棋連盟将棋体制会日本、将棋連盟女流騎士も含む新たな騎士会が2009年4月1日に発足した。中原名誉騎士会長の任期は70歳まで。しかし、 2011年4月11日付で名誉騎士会長を辞退。この騎士会発足に伴い、女流騎士会独自の役員制度は廃止され、谷川自衛女流騎士会長らの役員は退任した。谷川孝二初代会長の方針は、下記の通りである。関西将棋会館本部は3カ所に設けられていたが、公益社団法人発足に伴い、東海本部は、 東海普及連合会と解消したため、2カ所となる。所在地は次の通り、騎士の任意活動としていくつかの部活動がある。日本将棋連盟は、将棋クラブ24を運営し、将棋ウォーズを公認、81土上を公演している。これらのオンライン対局の成績に基づいて、免状も発行している。このうち、将棋ウォーズは課金をすることで、ソフトによる、 代打ち機能が使える。1999年、日本将棋連盟は、法的根拠がないながらも、収入問題に発展しかねないため、寄付の反復を控えてほしいとのお願いを行ってきた。2019年9月、寄付利用に関するお願いとして、指摘利用の範囲を超えた寄付利用に事前申請を求め始める。利用料は、商用、非商用で異なる。その後、 寄付の著作権について法的に様々な議論があるとした上でガイドラインが制定された。過去に民法上の不法行為に当たるとして朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催した寄戦に関する藤井聡太の寄付を無断で中継した将棋系ユーチューバーに対し権利侵害として配信中止を求めた事例があり有名棋士の対局の場合 その知名度によるパブリシティ権の問題が発生し、損害賠償の対象となる。ありがとうございます。